はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数3の二次曲線と直線丸2をお送りします。で、前回はね、丸1の時問題ね、1問だけやったんですが、今回ポイントがあります。それ含めて全部で5問となってますので、まず1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、確認してもらってね、わかんないのがあれば、今から自分がね、全部やっていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まずポイントからやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まぁ、今回覚えてほしいのは、接線の方程式、放物線、楕円、双曲線、それぞれ分かれてるんですけど、まぁ、これを暗記してほしいです。で、ちょっと確認しておきたいのは、これ、接線の方程式なんですけど、曲線上の点、これにおける接線の方程式。で、どういうことかっていう、何を強調してるかっていうと、例えばさ、あ、これフリーハンドでごめんね。楕円があるじゃないですか。こうやって。で、この楕円だったら、楕円の上、楕円上の点における接線を考えてます。つまり、こいつが接点になってる。で、なんでそんな分かってますよ、みたいな感じするかもしれないんですけど、これ問題によっては、こう外から、こっから引きましたよ、みたいなのもあるので、そうじゃなくって、今こいつが接点になってて、それの、まあ、公式というか、暗記のやつをね、やってるというのを確認しておいてください。で、放物線最初に書いてあるんですけど、右から行きます。なぜかって、こっち似てるんですよね。楕円と双曲線すごく覚えやすいので、こっちから行かせてください。で、まず楕円、まあ、こいつね、についてなんですが、すごくシンプルです。なぜなら、分母変わりません。プラス変わりません。ここの分母変わりません。右辺の1も変わらないと。何が変わるかっていうと、こいつにおけるってなってるので、上が x1x、y1y と。これで終了です。あ、これだけ見るとね、うんってなるかもしれないんですけど、例えばこれがじゃあ23、点23ね、におけるって言われてたら、ここが 2x、3y になると思ってください。あとは全部同じだから。a2 乗も b2 乗も1も変わらないからね。で、それが双曲線。もう全く同じです。まあ双曲線はね、右辺が1、マイナス1になることによって、こう、右左タイプと上下タイプに分かれるんで、まあ両方兼ねてね、書いちゃいましたけど、こっちも分母変わらない、マイナス変わらない、b2 乗変わらない、右辺もね、プラスマイナス1。プラス1だったらプラス1を。マイナス1だったらマイナス1を。変わりません。で、分子が x1x,y1y と、こうなって、まあ本当に同じ。楕円と双曲線に関してはね。これ覚えてください。で、ちょっとめんどくさいのがこいつです。放物線。で、これも同じように変化するんだったらいいんですけど、これって2乗のところ。2乗は全部 x1x。まあ、y の2乗も y1y って変わってるじゃないですか。で、こいつの2乗のところも同じなんです。同じく y1y と変わります。ただ、右辺は x2 乗ではないので、ちょっとここは特殊な変化をします。まず、4p が半分の 2p になる。で、x のところが x プラス x1 と、こうなります。だからここを間違ってね、x1x とかにしないように気をつけてください。で、今回はこいつを使えばもう速攻で解けます。下に関してはね。で、まずこいつ、まあ、放物線。で、与えられた点における接線の方程式です。で、もう今そのままやるだけなんですけど、y1y ですよね。だからまず、こっち、y のやつを入れて、2y になります。y1 が2だからね、2y。で、ここに関しては、マイナス4をまず半分にします。つまり、マイナス2。で、x のところに、x プラス x1 だから、まあ、これをくっつければいい。こうやって。ごめん。で、まあ、これ、まあ、でも、次の1行で終えたいよね。まあ、開いて、マイナス 2x プラス2ですよね。それを2で割れば、y イコール、マイナス x プラス1と。なって、これで終了です。で、右。まあ、青にしとこうかね。これも同じですね。これ、楕円です。楕円。になってて、で、まあ、これと同じようにやっていくから、下の3分の変わりません。上が x1x なんで、1×x だから、x
プラス下変わりません、上が yyy なんで 2y になります、イコール1変わりませんと。でこれはまあここを約分できるからね、3になって全部に3かけましょう。そうすると x プラス y イコール3となります。で答え方なんですけど、自分がまあこれもこうやって書いてあったけど、基本的にやっぱ書くのは全部左辺に持ってきてイコール0がシンプルかなと思います。例えば x プラス y マイナス3イコール0ってこんな感じでね。でここに関しては例えばこれもさ y イコールにすぐ直せますよね。で直しても別に×食らうとも思わないんですけど、イメージはなんかね放物線の時は y イコールに直して、まあ、楕円とか双曲線の時は全部左辺に持ってくるっていうイメージはあるんですけど、学校の先生、まあ、定期テストのね対策で見てくれてる方なんかは学校の先生がもうこれって指定してこない限りは別にどれでもいいと思います。で一番楽なのは左辺にまとめるのが一番楽です。なぜなら 3y とかルートが入ってきた時にわざわざそれを割ってしまうと面倒くさくなるので、まあ、全部平らにね鳴らして左辺に持ってくると、まあ、シンプルかなとは思いますが、まあ、そこはちょっと学校の先生に合わせてみてください。ひとまず今回はこの接線の方程式一個ずつね、放物線、楕円、双曲線それぞれありますので、それ覚えてもらって、まあ、使い方はこんな感じで使うことができますので、まあ、確認してみてください。では今回は高校数学数3の二次曲線と直線丸2をお送りしました。今回も最後までねご視聴いただきありがとうございました。で次回から問題集を、まあ、動画2本、1、2本だと思うんですけどちょっとやっていきますので、もしよかったら次回の方もぜひね見てみてください。では今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。